ミルワカイネウェバーです。どうもミルク佐藤です。今日はこちらです。ドーン出た冷静枠さんミルキングイレブン、お願いします。今日もサッカーをもっと楽しむためにということで、はい、はい、そうなんです。来ましたミルキングイレブンね、毎週恒例でございますね、はい、代表ビッグの時に行われた J2 第6節、はい、J3 第3節の中から、はい、今この人を見ておいてほしいよっていうキングなイレブンをね、分かりました、持ってまいりました。早速行きましょう。はい。はい、まずは J3 から行きましょう、はい。こんな感じでございます。ダ、うん、ーンと。ポジションがちょっととてもいびつな感じになっておりますが。便宜上でございますね。はい。そうですね。うん、まあ、どんな形の方々なのかっていう11人でございますと。はい。まあ、いろいろ見ていきたいんですが、やっぱりまあ、この人たちのところまず行きましょうか。はいはいはい、いわき VS、うん、愛媛という試合がありました。うん、そこから、やっぱね、有田亮選手。ファーストタッチ。はい、うん、ゆくともとき選手の二人でございますね。17歳。はい。うん、そうなんですよ。いわきの有田選手は、うん、まあ結局2対1で終わった試合、うん、まあ最後の最後の前、ファイナルプレーで、まあ得点を決めたのはこの有田亮選手、まあ大卒ルーキーになりますけども、はいはい、国士舘大卒のまあ1年目、うん、プロデビュー戦になったこの試合、まあ直前に投入されて、うん、 そうですね、そのプロデビュー戦のプロデビュータッチが、なんとゴール、うんうん。そういうことですよ。なかなかそんな人いないよね。いないんじゃないかな。うん、史上初ぐらいじゃないかな、これね、世界でも、はい。すごい思いますよね。素晴らしいプレーでした。本当におめでとうございます。はい、そしてもう一人、なんとあの、お父様からもリプが来たというところで。はい、その1分前か2分前ですね。もう、そうなんですよ。一瞬愛媛を救ったんじゃないかな、という。まさにそう。そんなアディショナルタイムゴールを決めてくれたのが、この特別指定の17歳。はい。ゆくとも、トキ選手。これね。トキ選手と読む。翔也じゃないんですよね、うん。これで時と読む。お覚えください。びっくりですけどね。うんうん、彼はですね、次が高校3年生になるお年なんですけれども、はい、1月生まれだというところもありまして、はい、2005年の1月生まれになるんですよ。うんうん、で、何を言ってるのかというと、うん、今、東京オリンピックが終わりまして、次がね、パリオリンピックになりますけど、はい、パリオリンピック世代っていうのが、いわゆる、まあ、2001年から2004年生まれということになるんですよ。うんうんうん、なんでこのゆくとも選手は、ロスです、その後。ロスでオリンピックがあるんだよね。ロサンゼルス、はい、の最年長世代ということになります、ね。なるほど。うん。まあ、そんな世代が。これは入りやすい世代ってことだよね。そうですね。はい、わかりやすく言ったら東京オリンピック世代だと、うん、相馬選手とか、あと板倉選手、中山選手っていうのが、うん、1996年の早生まれ組の97年頭。恵まれてるってことだよね、要は。そういうことでございます。はいはいはい。もしかしたら彼がっていう可能性はあるかもしれない。いやー、トキさん頑張ってください。ナイスデビュー。でございます。デビューというか、ね。そして、やっぱりこの人の声でこの言葉を聞きたい。はい。藤沼拓夢選手のところ、帰ってきた男。ね、実況をやらせていただきましたけどもね。うん、いや、藤沼選手苦労してね、大宮戦力外になったりとか、いろんなチーム渡り歩いて、もともと大宮ユースのね、そうなんですよね。でございましたけども、戦力外受けまして、リバックプロジェクトね、うん、参加しまして、戻ってきて、相模原に今、入りましたと。ギリギリで。そこで、初めて出てきた試合でございましたけども、なんと2得点。しかも2点とも5ラッソ。胸とこららからのドライブシュート25メートル級のね。すごいよね。かと思えば、そのまた突き放しにかかる右サイドからの合わせに、ボレーシュート。ね。鮮烈な相模原デビューを飾ってくれました。藤沼拓夢選手でございます。これね、僕が実況の時ね、いっぱい決めてくれてるんですよ。これ僕だけの話なんですけど。そうですよね。実況デビューした栃木の時も多分決めたと思うんですよね。あと、秋田の時もね、決めてくれたと思うんですけど。はい。いやー、すごいね。何かしらこういう、なんか縁がありそうな。勝手に僕は感じてますけど。そうですよね。はい、はい、はい。で、まあ、そんな藤沼選手もある意味帰ってきた男でもあるんですが、はい、その他にも、他にも帰ってきた男たちってのがいますと、はい、それがですね、フォワードのもう一人のところで、青戸翔征、青戸かける選手かな、はい、なんですけども、もともと彼は国際武道大というところから、うんうん、東京23とかのいわゆるね、関東一部とかも経験した後に、ドイツ行った後に、おこしやす京都に行った上で、今回初めて J リーグにやってきたという男なんですね。はいはい、今回長野戦で決めたっていうところがありまして、うんうん、ちょっと名前を挙げさせていただきました。なるほど。で、もう一人がやっぱり今治のね、まあ、この人もある意味ではやっぱり戻ってきた男ですけども、そうね。まあ、前節から2000連発になりましたが、うん、まあ彼もね、もともとは関東学院大のところから、スペインの5部、4部経験して、琉球行って、琉球で昇格させて、マリノス行って、京都行って、戻ってきた J3 という感じになりますから、うんうんはい。ちょっと暴れる気配してますね、中川さんね。そうですよね。無双の匂いがしてますね。そうなんですよ。ちなみになんかね、今治しれっとリリース出たんですけど、うんうん、すげえでけえフォワードやってきたんですよね。今度、194くらいのフォワード。しかも、オランダ、そうなんですよ。
オランダ一部二部あたりから取ってきたんですよ。こんなルートやねんって思いましたけど。でまた新たなライバルというかね、まあ、JC の皆さんにとっては、なんだこらっていう経歴の人なので、うん、なるほど。ペンドとかにもいたんじゃなかったかな、確かに。そうなんですよ。ほうほうほう、注目ポイントでございます。はい。そして後ろの方なんですが、長野多くないですか、まあ、ちょっと長野一番最後にさせていただいて、ゴールキーパー行きたいんですが、鹿児島の白坂選手でございます。まあ、今節実は最多セーブの5セーブというのがリーグの中でね、決めまして、その中でこれハイライトとかでも映ってたような気がしますが、うんうん、あの3つのね、スーパーセーブ、ビッグセーブも披露していたというところもありますので、うんうん、今年、今節一番、ゴールを救った男というところで挙げさせていただきました。なるほど。そして J2 でも J3 でもちょっとディフェンダーに一人ちょっととんでもないのがいたよっていうところで、うんうんうん、あの、河野選手今回ディフェンダーで挙げさせていただいてるんですけど、でかいんですよ。あの、そうなんですよ。うんうん、あの、2位に、あの、こう、デュエルランキングみたいなのをこう、説別で作っていくときに、はいはいはい、あの、2位にね、倍以上の差つけてたんですね。デュエルした数も勝った数も2位に倍以上の差。うん、ああ、これ、相手は、川西さんかな、ああ、だったっけ、富山戦だったもんね。そうだね。おそらく。そうだね。だ20回ぐらい一人で勝利、20回超勝利したので。おお、なるほど。やっぱ北九州勝利の原動力になった一人じゃないかなと思います。はあはあはあ、いうところでした。そして、シュタルフ長野から4人入りました。うん、池谷さん、船橋さん、佐藤優太さん、坪川さんの3人でございます。4人でございます。3人は元 YS。そうだ ね、ちょうどね。はあ、すごいな、これ。まあ、僕が確かに選んでるのはあるけれども、そんなにあんまり意識して選んでるわけじゃないので。だから戦術を体現してるってことですよね。そうなんです。これもう分かりやすくなんですけど、長野。あの、もう、船橋が駆け上がる。はい、ああ、船橋行ったな。じゃあ、俺がカバーするか。と、佐藤優太選手がカバーする。うん、で、あと、それで船橋選手はもうゴンゴンに行けるし。はい、それで彼らがじゃあ動いたなと思ったら、坪川さんは相手の動き、自分たちの動き見て適切なポジショニングをずっと取り続けた上で、池川選手はセットプレーでは前に上がったりもするけれども、まあ後ろでこう対戦自弱とこう最適化を導き出し続けてるってところがあるので。谷口と森田とね。そうよ山根と青とみたいな。みたいな感じですよ。そういうことです。はい、連携で言ったら、はい。素晴らしいですね。だからもしかしたらこの4人が、あの、カタール無謀かもしれないけれども、だからあれじゃないですか、北中米。ワールドカップ活躍してほしいですよね。フラッシュ選手なんかもね、本当に。うん、楽しみでございます。はい、ということでございます。以上 J3 でございました。ありがとうございます。スターがたくさんありました。はい。J2 でございます。はい。こちらでございます。はい、ドン。フォーメーションは、ちょっとね、262にも近いような。演技上ね。はい、451みたいな感じですけれども、うん、見ていきましょう。なるほど。はい。まあ、前の方から見ていきましょうかね。はい、はい、はいはい。まずは、谷口海人選手でございます。見事でした、2ゴール。いやー、まあ、その中でも特に1点目ですよね。右サイドバックの長谷川匠選手を崩した、もう完璧な崩し、うん。あれはすごいね。あれこそスルーパスだし、あれこそストライカーの動きだね、斜めの。あの、やっぱね、群馬は今、守備組織が J リーグナンバーワンぐらい優れてるというところがありますけど、はいはい、優れた守備組織こそ、はい、優れたパスと優れた動き出しがあったら全員が止まっちゃうんだなっていうところ。442ブロック2列一気に、ね。打ち抜いたようなパスでした ね、確かね。みんな止まりましたからね。あれちょっとびっくりしました。はい、いろんな伏線があってああなるわけですよね。やっぱね、パス回しで。そうなんですよね。左手として出し入れして。ああ、なんか、素晴らしい。群馬対ね、新潟はいいゲームでしたね。でしたね。続いてが右のウィング、山下亮也選手でございます。はい。はい、あの、後半に主に投入されることが多い山下選手なんですけれども、うん、やはり、まあ、後半に投入ってことは、ちょっと、あの、ゲームっぽく言えば、うん、相手のスタミナゲージが基本的に半分以上なくなってるところから始まるわけなんですね。たまりませんよね。こんな方に出てこられたら、たまりませんよね。これね、見てりゃわかるんですけど、あっからさまに足のその回転数が違いますからね。うん、他の方が2歩、3歩行ったところで、山下氏は7歩、8歩ぐらい行ってますから。運動性能を見せつけましたけどね。そうですね、うん。なんで後半から出てくる彼にちょっとご期待いただきたいというところですね。はい、うん、そしてちょっと今度はね、左ウィングとゴールキーパーを一気に行きたいなというところですが、うんうん、水戸の椿直樹選手と、熊本のゴールキーパー、田代龍我選手でございます。田代選手がまあ2試合連続でこのね、このミルキングに入ってきたところなんですが、うんうん、あの、やっぱ J リーグ全体見てて、あの、田代選手のパフォーマンスというのはちょっと、一段上かもしれないなっていうのがあるんですよ。やべえ、やべえ。やべえ。やべえの。何かというと、あの、いわゆるキーパー版菊池隆法なんですね、ヴィッセル神戸。わかりやすく言えば。超えちゃうガッツマンだ。そうなんですよ。はい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 。ただ、田代選手すごいのが、あの、自らのセーブもそうなんですけど、うん、やっぱりそのペナルティーエリアの中で、うん、同じそのチームメイトのセンターバックの方が弾いた時も、シャーってので、うん、
味方を鼓舞するんですよ、ね。乗るもんね、そういうのね、うまくいくとね。そうなんですよ。よくそういう話聞きますけど、そう、田代選手見てると、あ、熊本のディフェンスがなんで最近いいのかって、ちょっとわかるような感じで、守備陣の士気が上がってる感じがいいね。守備にもそういうなんか、スターというかさ、目立って、人が出てきて面白いよね。いいよね、うん。どんどんガッツポーズとかしてほしいもん、やっぱ、ね。ブロック決めた。僕はね、サイドバックがね、ウィングをね、センターリングブロックして、コーナーにしただけでも僕はガッツポーズしていいと思うんだけどね。いや、そうですよね。ねえ、よっしゃーっつって。言っていいと思う。うん、ねえ。だからまさに、うん、で、そういうふうな、こう、相手の流れになってくると、うん、オフェンスする側のチームって、こう、もうガンガン、こう、シュート打っていかなきゃって気持ちになるんだけど、だこの椿選手が、はね、この田代選手から初めてゴールを決めて見せたっていうところがありました。要はガンガン相手行くんじゃなく、あえてこう、しれっと入って、ドリブルで相手のディフェンスを切り裂いて、また抜いて決めるなんていうところね。あれみたいな攻略法を見せつけてきたみたいなところもありましたが。すごいですね。同じく水戸からもう一人、右サイドバック、黒石選手でございますと。はい、いや、やっぱり彼は右サイドバックですけど、八戸時代からね。そうなんですよ。センターバックもやれば、センターフォワードの一番前もやる。うん、まあ、だからこそ、ディフェンスの気持ちも分かれば、サイドバックの気持ちも、中盤の気持ちも、ウィングもセンターフォワードの気持ちも分かる男。黒石ロール。そうです、ね。ブラックストーン。ブラックストーンロール。ブラックストーンかっこいいな、ね、で、そんな彼が真ん中もうぶった切ってスプリントして、そこからやっぱ得点生まれたってのもありましたから、うん、なんか黒石選手らしいゴールだったってのもあるので、特にね、水戸のサポーターの皆さんもそうですけど、うん、八戸のサポーターの皆さんなんかもぜひ見ていただきたいなというところがありましたね。そして、まあ、ちょっとせっかくちょっとディフェンスラインまで行ったので、はい、センターバックもう一人の、センターバック一人か、右側の渡辺博文選手行きましょう。うんうん、先ほどのあの北九州の川野選手もそうだったんですが、はい、渡辺選手もまさにそうで、はい、J2 第6節2位にこちらも倍差つけるデュエル数ということで、J2 今年、今節はですね、結構みんなまばらにこうデュエル数が、みんなまんべんなくデュエルしてたところが多かったんですけど、うんうんうん、渡辺選手はその中で一人だけやっぱ20か30かみたいな感じになってたので、これはだからもう門番になっていたスコアレスローでしたけれども、うんうん、よく守りきったなっていうところが。ね、そうなんですよ。うん、そうで相手ね、特に岩手は途中からレッドカードでいなくなったところもありましたけど、はい、その中でも攻められた中では、はい、やっぱ彼がね、守備頑張ったブレンネル止めをしたわけですね。そういうことですね、うん、というところでございます、はいはい、そして左サイドバックは重谷選手でございます、栃木でございます。もともと彼はね、東海大から去年栃木に、まあ、ルーキーとして加入した、はい、まあ、クロスが素晴らしいよという選手でもありましたが、うん、まあ、ついに今回ロングスローという武器からですね、得点を生み出してくれた、うん、ロングスローからね。そう、重谷選手のロングスローから小堀選手が落として、うん、うん。そこを、グティエレ選手が決めてった流れで言いましたけど、ね。指差した先の奥さんは妊娠してるらしいですよ、今。あーらー。とこでもよーね、そんなテンション上がったでしょうね。そう、いいねー。さっき、いい、幽霊な流れ、うん。あの形は練習してたんですって、コーチとずっと。だそうですね。ね、ロングスローから。はい。うん、で、そこら辺やっぱり主にね、供給できる人といったら、重谷選手のクロスだったり、ロングスローですから。うん、まあ、栃木の一つのね、まあ、プレスタイルになると思いますので、はい、見てほしいというところです。はいはい、あと残り4名でございます、はい。まずは大分から2人でございます。うん、下田北斗選手と三沢雄斗選手の2人でございます、うん。あの、大分は実はね、やっぱり開幕のところからだいぶそのコロナウイルスの陽性者とかが多くて、はい、苦しんでらっしゃったところもあるんですけれども、はいはい、ちょっとね、大分のビルドアップがね、面白いんですよ。はい。ビルドアップが面白い。はい。そう。ちょっと見てほしいんですけど、ちょっと佐野選手ちょっと使わせていただきますが、うん、はい。普通ビルドアップって言われたら、最近の定説でこのね、そうですね、真ん中。ダイヤモンドを作るっていうのが多いんです、はい、はいはいはい。まずここのね、ダイヤモンドを作って、ボランチまで回させたら、うん、このトップ下も出てきて、うん、このね、ボランチセンターバック、サイドバック、トップ下でこう、三角形作るようなね、そうそうそう斜めをありにするような、うん、はい。なんですけど、あえてね、大分ってのは、はいはい、その、落ちてくるダイヤモンドの選手を振りに使った上で、ハーフスペース通すんですよね。なるほど。そう。ああ、裏を書いてるわけですね。そうなんですよ。だから、うん、普通に考えたらね、サイドのどっちかに来るだろうと思わせておきながら、うんうん、ちゃうねん、ちゃうねんって。一列じゃあ飛ぶわすわけですね。そうなんですよ。はあはあはあ、この大分は、まあ、ミッドウィークで琉球戦なんかあったわけですけど、はい、それどころか三沢選手やってたの、ボランチどころかもあったんですよ。はあ、ボランチさえも振りにして、
ウイングに地上戦で通したりだとか。見えてますね。そうなんです。やっぱりちょっと彼は違うなっていうところから、新たにこう、ビルドアップの解決策を提示してくれてる彼のところにちょっとね、やっぱピカイチだなというところでキングとして付けさせていただいたところです。そこを見てみます。はい。はい。で、ミサオ選手が一列上がったところから始まる場合だったら、うん、下田選手がもう縦横無尽というか、うん、どこのエリアにでもピンポイントでボールを落とすね、あんたっていうところのレベルで落としてくるんですよね。あんた？はい。うん、なんなんて、その、なんかね、いわゆる代表クラスで言ったら誰ですか？柴崎学的なというか。ああ、そういうし。ボールの展開力の多さっていうのがありましたので、このミサオさんと下田さんを、今回はチョイスさせていただきました。はい。最後、町田二人でございます。はい、町田、平戸さんと佐野さん。まあ、このね、ミルッキングの中でもちょっとレギュラークラスの二人になってきましたけども。そうですね。もう必ずいる感じがしますけども。そうなんです。はい、でも、やっぱり毎回見せてくるものが違くて、はい、平戸さんに関しては、以前はね、はい、その相手の、こう、ね、間とかを読んだ上でコースも決めてシュート打ってて、PK 狙ったみたいなのとかもありましたけど、最近ね、新たなスキルがあるんですよ。はい、フェイントとはちょっとゲームっぽいですけど、はい、キャンセル。あ、キャンセル。はいはいはい。めちゃくちゃうまいんですよ。へしかもそれは家永明宏さんばりにというか、あ、はいはい、ペナルティーエリアないとかその付近でやってのけるんですね。相手のプレッシャーがあまりにも高いところでやってくる。なるほど。そうなんですよ。で、特に今回ゴールシーンでもまさにそういうのがありましたので、ハイライトでもいいから皆さん見ていただきたいなというところがあると。見ています。はい。もう一人はハイライトでは映ってるかちょっとわからないんですけど、はい、佐野海舟選手。うん。で、まあ、よくあるっちゃよくあると言われたらそれまでなんですが、うん、佐野選手やっぱりね、チャンス生み出す数秒前にいつも彼がいる。はいはいはい。今回の得点でも何個かあったんですけど、佐野が奪った、またはその奪いに参画したところからのカウンターみたいなところからやっぱ得点生まれてるってところがあるので、はいはいはい。だいたいハイライトってそのね、途中のドリブルからとか入ることが多いんであれですけど、うん、なんでね、90分のところからちょっとね、30秒戻すとかでもいいから、うん、特定シーズンちょっと前のところからどうやって奪ったんだろうか、どんな佐野の動きがあったんだろうというところも含めて、見ていただければいいのかなと思っております。なるほど。見てみてください、皆さん。町田がいいね。いいね。圧倒してますね。本当そうですね。うんうん、まあ、ということで、新生爆誕ミルキング11ということでございました。そういう意味の新生爆誕、まさに。はい、まさにですね。ということですね。うん、世界はワールドカップ一色にね、これから納得いくわけですけども、これ裏ではね、こんな新生が爆誕しておりますので。いろんなね、ということで。いろんな、また未来につながっていく戦いが行われております。ぜひ、楽しんでまいりましょう。ということで。お願いします。はい。みなコメントやってます。チャンネル登録、高評価ボタン、ぜひよろしくお願いします。メンバーシップもよく見てみてくださいね。盛り上がってますよ、ワイワイと。詳しくは概要欄から見てくださいね。ということで、します、先生ありがとうございました。ありがとうございました。また楽しみです。井上真央でした。野見里でした。それではまた、じゃあねー。ではパパイのバイ。